大検察庁は、被害者に深刻な精神的苦痛を与える違法撮影ルフ容疑に対する処罰を強化する。国原が去る24日、自宅で遺体となった発見された後、加害者中心の性犯罪の影響基準を再整備してほしいとする性が大国民聖願が1日で回答基準の20万人を突破した。 クハラは元恋人の男性を性犯罪で告訴したが、8月の1時審で、被害者の同意を得ず撮影したのは事実としながらも、違法撮影ではなく、小暴力犯罪の処罰などに関する特例法上カメラなど利用撮影については権威なしの無罪と判断が下された。大検察庁は処罰強化のため昨年10月と12月、 二回に庭語り改定した事件処理基準に準拠し、厳正に対応するよう検察庁に差し示したと26日、明らかにした。